2019コンカカーフネーションズリーグは第1回のコンカカーフネーションズリーグである。北、中米カリブ海、サッカー連盟所属の各代表チームにより競われる。大会方式は以下の通り。2018FIFA ワールドカップ北、中米カリブ海5次予選に進出した6チームは予選免除となり、2019コンカカーフネーションズリーグではリーグ A 所属となる。 それ以外のチームが4試合ずつ対戦して順位をつけ、その成績で2019コンカカーフネーションズリーグでの所属リーグが決まる。なおこの予選は2019コンカカーフゴールドカップの予選も兼ね、予選免除の6チーム並びに予選の上位10チームが2019コンカカーフゴールドカップの本大会に出場する。 組み合わせ抽選は2019年3月27日の19時よりアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで行われた予選の結果に基づいて決定された所属リーグ内において今ンカーフランキングに基づいたポット分けを行い抽選する。なおグアテマラは予選エントリーの段階で国際サッカー連盟から資格停止処分を受けていたことが原因で予選には 出場できなかったものの、本大会の組み合わせ抽選の段階では、資格停止処分が解除されており、最下位のリーグに出場する、リーグ A リーグ B リーグ C、ありがとうございます。